夢ラジオ第920回、今日は平成29年11月26日日曜日です。時刻は午後9時回ったところ。日曜日夜、横浜港北、町はもう休んでいますね。リスナーの皆さん、いかがお過ごしですか？昨日の土曜日、今日の日曜日、首都圏は青空、富士もくっきり見えましたね。私は結局お仕事ばっかりの週末、今年はそんなスケジュール、土日が休みじゃないんですけど、けれどまあこの時期、青空の下歩くのは気持ちいいですね。明日から月曜日のマーケットも開きます。11月の初旬からあんまり取引できておらず、売買なしけれど、まあ来週あたりからちょっと動きがありそうだなって思ってもいます。まあマーケットはこちらの思い通りにはいきませんね。今日経平均は22,500円ぐらいになってますよ。ずいぶん上がりました。夢ラジオ、今回はドイツの首相アンゲラ・メルケル取り上げます。アンゲラ・メルケルさん、ドイツの首相。首相はカンツラーとドイツ語で言います。日本でいうあの首相、プライムミニスターとはなんか違うんですね。英語にもチャンスラーという言い方がありますから、このドイツ語のカンツラーというのはそれと同じ。そのカンツラーメルケル、メルケル首相を今回は取り上げましょう。サミットにも出てくる女性首相、まあドイツの政治トップ。キリスト教民主同盟というのが、大きな政党がドイツにはあって、ツェーデーウーというふうに言います。そのツェーデーウーの党首、そして首相。メルケルさんは東ドイツ出身なんですよ。生まれたのは西ドク、ハンブルクけれど、もう東ドクで育ち、東独で教育も受けました。ライプツィヒ大学に行ってますね。メルケルさんはライプツィヒにいたんですか。彼女の専攻はなんと物理学、理系女子です。その理系女がなんで、あのしかも東独出身の、どういういきさつで今の首相に上り詰めたんだろう。これ謎といえば謎ですよ。ベルリンの壁が崩壊し、そしてそのベルリンの壁が崩壊して
聖読と東読が一緒になって今の統一ドイツ。当時あのヘルムート・コールっていう、まあデブのおじさんが首相やってました、コール首相で、そのコール首相、この人も CDU でしたから、その時にメルケルさんも CDU に入党。東独に CDU なんか関係ありませんから、その統一後に CDU に入党。そしてあの報道官とかね、そういう対外的な部署を経て、どんどん党内での地位を高めていきます。ただし高めていきますって言いますが、この東西ドイツの統一の段階でもう40歳近くになっていて、そんな頃にやっと入党しましたという彼女が、いかにして CDU での地方を固め、それまでにも CDU の党員はいっぱいいたはずですから、彼女にとっての先輩党員がね、どうやってそれらをスイスイッとこう押しのけて上に上がっていったのか、党内で。そして政治力も持つようになったのか、何度も言いますが、これは謎ですよ。なんとなくさらっと、統一後に CDU に入党して、そしてめきめき頭角を現しみたいな、そんな説明になっていますね、メルケルさんのことを調べても。まあ陰謀論というか、とんでも論というか、メルケルは実はヒトラーの子供だったみたいな説がね、実はあるはあるんですよ、陰謀論の世界ではね。本当かなみたいな。で、まあ、もちろんそのこの陰謀論のお話は詳しくはいたしませんが、やっぱそういう説も出てくるほど不可解は不可解なんですよ。東独出身のメルケルさんが統一後に CDU に入党して、なぜトップまで行ったんか、比較的短期間にね。聖独と東独は統一の段階で経済格差が大きくあって、要するに東ドイツは遅れていたんですよ。で、あのその差別もされたはずですよ、東ドイツ出身者は西ドイツ出身者から。つまり西の方が資本主義で経済的に断然上だったから、この2つがまあ統一するならするで、西ドイツとしてはお前らをなんとかね、統一ドイツの仲間に入れてやらっていう、こういう感じの、西から見たらですよ。だから西ドイツ市民のことをベッシー、東ドイツ市民のことをオッシーというふうに言って、その東ドイツ市民オッシーですね、差別されていたはずです、あの頃。デデアーブルガーと言ったりもしましたね、東ドイツ市民のことを。でそのそこ出身のメルケルさんが、とりあえず統一後西ドイツの政党 CDU に入党し、ぐんぐんと力を増していって、そして首相にもなった。このメルケルさんが CDU の党首となって首相にもなったのが2005年ですから、もう12年前。メルケルさん12年間も首相やってるんですよ。統一した時のあのコールさんが、あの人も結構長く政独の首相やってましたが、何年だったんでしょうか、コールさんを抜いてるのかな、あの首相在任期間では。
まあもう長い。だからサミットにはおなじみのおばさんです。学生結婚して1回離婚し、ライプツィヒ大学ですね。そして再び結婚されて、その結婚した人と、まあ、今も連れ添ってる。結婚した人も確か物理学者だったと思います。メルケル首相在任のこの12年間、まあいろんなことがドイツでありましたが、いちいちお話しできません。イメラジオの放送枠内ではね。ただ2つ挙げるとしましょう。2つ挙げるとしたら、ギリシャ危機。これ2010年とか2011年頃、ギリシャ危機の時、ギリシャをあくまでも EU 内にとどめ救済した。当時はフランス、サルコジ大統領って人でしたけど、ドイツ、メルケル、フランス、サルコジのこの二人がまるで夫婦みたいに、もうずっとメディアの前に出てきて、ギリシャは EU から離脱させない。それを救済するためだったら、ドイツからの資金も拠出する。この姿勢は貫きましたね、メルケルさん。今も貫いてますよ。もちろんね、ドイツ市民の間には、なんでドイツがギリシャを助けなあかんのやと、ドイツのお金がなんで外国行かなあかんのやという声が根強くあるんですけども、うるさいと。ギリシャがユーロというか、まあ EU の中にとどまっているのはドイツの国益でもある。まあギリシャがあの時 EU 離脱していたら、世界経済にかなりの影響をそれなりに及ぼしたでしょう。ですから、世界経済の安定という点では、このメルケルさんの手腕というより、まあこだわりは、ギリシャはEU の中にいるべきだ。経済の安定という点では評価されるべきでしょう。もう一つ、これは記憶に新しいんですけど、もうシリアからの難民受け入れますってやつですね。もう100万人ぐらい受け入れたんじゃないでしょうか、ドイツは。しかも1年で100万人ですから、すごいですよ。まだ受け入れ続けてるんでしょうか、難民を。ドイツの人口がだいたい8000万と私は見てるんですよ。それぐらいだったと思います。その人口8000万で1年間に100万人難民が入ってくる、これはインパクト大きいですよ。で、この難民受け入れにもメルケルさんも大賛成して、これも貫きましたね、いかなる批判にも。あ、だからね、鉄の女みたいな言い方されますね、メルケルさん。鉄の女みたいな。確かに、これという時の、その信念の貫き具合は、いいか悪いか別にしてね、その政策が。まあ、この今までに受け入れた難民、これもドイツに定着するでしょう。もう一回中東には戻りませんね。その難民たちにもまた子供が生まれという感じで、ドイツはこのシリア難民、あるいは中東難民と共にこれから暮らしていくことになります。というより、高度経済成長の時、清独はトルコ難民じゃないですね、トルコの移民を、トルコ系移民を大きく受け入れ、もうそのトルコ系移民が4代目ぐらいになってますよ。3代目か4代目に。そこにまた今回シリアの難民加わって、まあドイツ人にしてはもうアラブ人っぽい人が国内にいてももう何ともないというか、そのアラブ人っぽい人には例えばクリーニング屋の仕事をさせとけ、あるいはゴミ掃除の仕事をさせとけ、あるいはゴミ収集ね、の仕事させとけね。だから、
話は少しそれますが、ドイツ社会はもう階級社会になってるんですね。難民系の人、難民子孫の人たちはもうそんな仕事にしかつけない。ドイツ生粋の人はなんか汚れ仕事をもうしない。難民にやらせとけや。ですから今回100万人受け入れた、何百万人受け入れたっていうのも、そのね、ドイツではそれなりに必要な汚れ仕事のね、引き受け手を、まあ、外から入れましたという、そうも見える。汚れ仕事でなかったとしても、大企業における、ね、大企業における単純労働ですね、単純労働、これに従事してもらう人、ドイツ人嫌がるじゃないですか。この単純労働も、はい、難民の人にやらせましょう。最低賃金で大丈夫そうですね。大企業は利益が出ます。メルケルさんがどの程度までこの経済利益を考えて難民受け入れを言ったのか、どの程度まで人道的なことを考えて難民受け入れを言ったのか、これも謎のままです。2ヶ月前、10月、あ、2ヶ月前じゃないですね。先月ですよ、失礼しました。先月にドイツで行われた総選挙で、CDU がとりあえず勝ちました。野党の SPD、社会民主党も、議席を落としましたから。で、このキリスト教民主同盟、CDU と、もう一丁、CSU っていう、この辺の党が連立して、だからメルケルさんも、どうなるんでしょうね。第4次ぐらいになるんでしょうか。また、組閣することになりました。で、今、その、メルケル政権、続いているわけです。ただし、どうなんでしょう。SPD 野党の議席を落としましたが、CDU、CSU も伸び悩み。ですから、他の党ですね。まあ、SPD と組むことはないにしても、他の党、例えば、ドイツの自由民主党、あるいはドイツの緑の党、こういうとこと組むとか組まないとかで揉めてますね、今。私も日本にいてドイツ眺めてるっていうだけなので、ドイツの新聞も全然フォローしていませんから、この今ドイツの与党がどういう政権基盤なのか把握しきれないでいます。まあ、いずれにせよメルケルさんが続投してますよ。あと何年おやりになるんでしょうか、ドイツ首相を。ただしお元気そうで、そのちょうどドイツ総選挙の頃、先月ね、ドイツから流れてくる映像割と見てたんですけど、メルケルさんいろんな討論会にも出たり、あるいは視聴者からの、あるいは番組参加者からの質問にも答えたり、批判的な質問にもね、その受け答え聞いてると、ああ、しっかりしてる答え言ってるなと私は個人的に思いました。やっぱこんだけ長くドイツの首相もやるってことは並の女性ではない。4期目を迎えているメルケル首相、その手腕にはこれからも国際的な注目が集まります。今回はそのメルケルさんの、まあ、どういういきさつで今の立場に上られたのか、そのお話を分かる範囲でいたしました。920回目の夢ラジオ、日曜日の夜、横浜港北の夜景を見ながらの放送でした。